話だぞ。なんか嫌な感じよね。もっと？残り、まだ5ホールあるから5ホール ?4 ホール4、6、頑張ろう。私ちょっと戻ってきたから大丈夫。嫌な感じよね。人の時はあと言う。嫌な感じ。もうなんか嫌な感じ。なんでよ。リザちゃんのアドバイス通りに左の角を見たまま、ナイスショー。いいよ、このフェードはどうにもなんない。今日はやっぱ返そうとしない方がいいよね、あれで。私のボール採用できないやつ。よいしょ。大丈夫。フェアウェイの右に落ちてくる。おお、行ったよ前に。よいしょ。わあ、転がってる。飛んでてる。イエーイ。これ全部セカンド、あとボールが右に落ちてくるよね。うんうん。だいたい200ぐらいあるから、もう池に向かって打って大丈夫。池に向かって打ってね。一番いけないのが、はい、あの左のバンカーに入れたり、はい、左のバンカー方向にボール置いちゃうことね。そうすると、あ、そっか、右あれだね。左にグリーンがあるから狙えなくなっちゃうから、真ん中よりもいい。あ、そうなんだ。
感じじゃない？大丈夫。ナイスショー。左向いて短く。もっと左向き。もっと？もっともっと。もっと？オッケー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 。ここだ。全然左振っていけば大丈夫。違う。なんかマシンが結構うるさくて大きい声叫んだけばい。ちょっとどうぞ3段目。ベタベタで。ベタベタで行こう。もっと突き放そう。何もやってないけど。今デカピンじゃない？90だけどちょっと強く入ったから90です。あ、いいよいいよ。リサちゃんの肩って顔ね、はい、あ、伸びれば入るけど伸びてー、やっぱそうなるよね。あさきでーす。入ったでしょ今。どんどん今出てた、ね。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。